日本の次期戦闘機開発が急ピッチで進む中、三菱が主導で日英での共同開発で純国産戦闘機はまたも幻となった F3 戦闘機開発です。今回は次期 XF9 エンジンについてさらなる発電能力を詳しく見ていきますね。MRJ 開発の人員が参戦でさらに加速する期待が出てきました。2022年12月9日に日本とイギリスとイタリアの3国は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと呼称する次期戦闘機開発を含めた総合的な航空戦力の共同開発を行うと正式発表した。日本、イギリス、イタリアの各国政府がこの3国に似る GCAP グローバルコンバットエアープログラムの実施を各々表明し、日本にとっては太平洋戦争後にアメリカ以下の国と初めて行う兵器の共同開発でもある。これにより日本は現行の F2 戦闘機を代替する機体を調達することとなり、イギリスやイタリアは同様に現行のユーロファイタータイフーンを代替する機体をこの計画を通して調達するという目的を定めている。ことに、日本とイギリスの場合、それぞれの F2 戦闘機とユーロファイタータイフーンの代替機の実戦配備の時期が2035年という点で一致を見ていた点が共通しており、スケジュール的に重なったことは大きかったのだろう。これまで日本が F2 戦闘機等でも共同開発先として唯一の相手国としていたアメリカは NGAD ニュージェネレーションエアードミナンスという名称の複数のプロジェクトを抱えているが、収益の時期は判然としていない。アメリカは今や自国だけでなく日本を含む多数の同盟国や友好国に対してロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2を拡販しており、同機の生産総数はこのままいけば5000機を超える可能性もあると目されている。西側諸国でこれほどまでに F-35 ライトニング2が採用されるに至った理由は、現時点で入手可能な唯一の第5世代戦闘機であり、その高いステルス性と強力なレーダーセンサ類による他に類を見ない能力ゆえであろう。ロッキード・マーチン社は、もともとは世界初の第5世代戦闘機である F-22 ラプターを世に送り出した企業であり、こちらは冷戦末期に開発され、羊打製空戦闘能力に限れば、はるかに新しい F-35 ライトニング2を上回るとも見さされている。しかし、F-22 ラプターは、登場した時期が、ちょうど、旧ソ連邦の崩壊後に当たったため、その高性能さと高額さが、仇となり、世界的な軍縮ムードに、アメリカも追随したこともあって、アメリカ空軍が、200機弱を配備したに止まった。これに対して、F-35 ライトニング2では、その開発の段階から、出資額に応じて、3カ国をレベル分けする手法が取られ、アメリカ以下、最上位のレベル1に、イギリス、次のレベル2に、イタリアとオランダが名を連ねることとなった。また、ロッキード・マーチン社は、F-35 ライトニング2の開発のパートナー企業として、アメリカの同業のノースロップ・グラマン社、イギリスの BAE システムズ社を参加させ、分業体制を敷いたことも、世界的な需要に対処できた要因であろう。こうした F-35 ライトニング2による商業的な成功を見れば、以後のアメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアードミナンスにおいても、ロッキード・マーチン社が、その中核を担う存在であることは、まず、間違いはない。日本では、F2 戦闘機においても、この現、ロッキード・マーチン社との共同開発によって、それを行った経緯もあり、それを代替する次世代戦闘機についても、その技術支援は、数年までまで必須と
考える相手来ていた。F2 戦闘機の開発が行われ、実際に収益した時点までは、日本の航空自衛隊の中では、主力戦闘機と支援戦闘機という区分が存在しており、前者はアメリカ製のものを購入、後者はアメリカとの共同開発というのが基本線だった。すでに、今の航空自衛隊においては、こうした主力や支援といった戦闘機の区分は廃止されてはいるものの、その調達先については、おおむね、それまでの慣例を踏襲すると考えられてきたこともあり、キレは、次世代戦闘機でも同様であったと言えよう。しかし、日本側としては、F2 戦闘機の共同開発にあたり、アメリカ側の持つ、技術的な中核部分は開示されず、逆に、日本側が開発に投じた、すべての情報は、アメリカに開示する義務があるなど、その偏無的な扱いに苦慮を強いられた。そうした問題を抱えながらも、日本側が F2 戦闘機のアメリカとの共同開発を進めざるを得なかったのも、ひとえに国産で戦闘機用の機関部を生産できる技術を有していなかったことが大きく、キレがなければ国産化が行われた可能性もある。日本における戦闘機の機関部のサプライヤーとしては、F-15 イーグルや F-2 戦闘機において、その機関部のライセンス生産を手掛けてきた IHI 社が筆頭に数えられ、そこで培われた技術をもとに、国産化への取り組みを続けていた。この取り組みは、ステルス機の実証実験機として製造された通称、新進に搭載された、IHI 社製のターボファン型の機関部である XF-5 に端を発し、現防衛装備庁からの依頼のもとで、同社は2010年からそれを土台に改良に着手した。こうした経緯から IHI 社が開発を進めた機関部が XF-9 であり、機関部本体はスリムでありつつ、かつ高出力であることの両立をコンセプトに掲げ、来るべき F2 戦闘機の代替機において、悲願の国産の機関部となるべく、取り組みが行われた。IHI 社の XF-9 は、こうした経緯で開発が進められ、2018年6月に、試作機として、一機のみではあるが、XF-91 となって完成、防衛装備庁へと納入され、その後2020年7月までの約2年間にわたって、各種のテストが実施されるに至った。この XF-91 は、そうした納入後の各種のテストにおいて、最大で、推力15トン以上を記録する人し、また、大きさや性能においても、F-15 イーグルに搭載されている、アメリカのプラット&ホイットニー社製の機関部、F-100 に匹敵する数値を示した。また、XF-91 は、タービンの入り口付近の温度も、1800度に耐えられることが示され、世界的な基準に照らしても、戦闘機の機関部として、必要な性能をクリアしているとされ、前述した推力とも、相まって、国産化の目途が見えてきたと見る向きも多かった。ただし、懸念すべき点としては、こうした数値は、XF-91 を、地上に本体単体で設置した状態で計測されたものであり、戦闘機に搭載し、実際に飛行させたテスト結果ではないことが挙げられ、こうしたテストを実施可能な設備が、その素も日本にはない。加えて、XF-91 の発電能力は 180kW と公表されているものの、近年、ますます、戦闘機の機関部における、電力供給の必要量は加速度的に増してきており、それらによって発生する熱の冷却にも、そのままでは不十分な感も否めない。すでに F-35 ライトニング2においては、搭載する機関部の F-135 の冷却能力が
今後のブロック4に向けたアップデートでも不安があるとのアメリカ軍の判断も生じており、IHI 社の XF91 がそれ以上の性能を発揮することの困難さは否定できない。個人的には GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおいて、イギリスで機関をロールス・ロイス社が担当する点からは、そもそも IHI 社の XF91 が同社の製品と互いして搭載されることは厳しくなったと感じている。ロールス・ロイス社は、これまでのテンペスト計画でも機関部を担当しており、こちらは難航している状況ではあったが、タービンの入り口付近の温度も2000度以上、発電と冷却能力にも注力していると、これまでにも伝えられてきた。日本側としては、悲願の戦闘機の機関部の国産化を図りたいのは山々ではありながら、初のアメリカ以外の国との兵器開発において、失敗が許されない状況においては、経験と実績と規模に勝る、ロールス・ロイス社に従う、判断が妥当なのかもしれない。